清瀬市では昨日、市が試験的に栽培しているホップの初めての収穫が行われました。去年からホップを試験的に栽培しています。この畑では1株から2列のつるを伸ばしたホップを30株栽培していて、初摘みとなった昨日は4列分を収穫しました。高さ 4.5 メートルのつるにはマリの花と書いて休花と呼ばれる実がつき、爽やかな香りを漂わせています。収穫したホップは真空パックにして冷凍保存します。去年は30株から8キロの収穫でしたが、この日は2株分で3キロの実が取れたことから豊作が期待されます。清瀬市内でホップができるということは実証できたので、今後は企業また事業所なんかとのパイプを作り、それを地元との農家の方とのマッチングとして展開し、市としての役割としてはやっていきたいと思っています。ホップといえばビールの原料として知られていますが、清瀬市ではリースや写真立て、さらに食材としての販売も予定しています。